札幌市交通局1100系電車は札幌市交通局の路面電車車両である。愛称はシリウス。2018年10月27日より営業運転を開始した。札幌市では運転開始後50年以上経過し、老朽化した路面電車車両を置き換えるため、2024年度まで毎年1、2両ずつ新型低床車両の導入を計画していた。 しかし、2020年に開催される予定であった東京オリンピックパラリンピックを前に全国の鉄道会社などから車両メーカーへ注文が殺到した。そのため、車両メーカーの生産が追いつかず、計画通りに車両を導入できなくなった。また、三車体連接車である A1200 型は構造の関係上、車両製作に時間がかかるという課題があった。 そのため計画を変更し、2018年からは構造がシンプルで作りやすい単車タイプの車両とすることとし、新型車両の導入を急ぐこととなり、本形式が制作された。今後、現在運用についている5両と合わせて給料が導入される予定となっている。本形式はアルナ車両によって製造された札幌市電の新造車である。 同局が2013年2014年に導入した A1200 系ポラリスと同じ低小タイプのリトルダンサーシリーズで運転操作は共通、内外の衣装もほぼ共通であるが A1200 型は中間車を台車のないフローティング構造とした三車対二台車系、連接車のタイプ UA で等形式は単車対ボギー車のタイプ S という相違がある。この方式は 一般的なボギー車同様手電動機が台車に走過されており、また曲線で台車が首を振るため、台車部分の床はステップ2段分高く、前後で1台の間だけが低床となっている。A1200 系の車内と比較すると、連接構造で生ずる床の傾斜がなく、通路幅は約1.2メートルと同市交通局の車両で最も広い。座席はすべてロングシートで統一。 A1200 型では1箇所であった。車椅子スペースを2箇所に増やすなど、細かな改良で様々な乗客に多用している。また、全小塔が4塔に増やされ、その間の微塔の幅が狭くなった。寸法は、全長13メートル、全幅2.3メートル、全高3.8メートル、定員は60人である。愛称は、シリウス。 2018年9月1日のイベントで公募により決定された。シリウスは大犬座の星で太陽を覗けば地球から見える最も明るい恒星であり、街中をさっそうと走る姿と明るい都市イコール札幌がイメージされている。ロゴマークは A1200 系のものをベースに制作された。2018年10月27日2101号の一両が 営業運転を開始した。2019年1102.1103号の2両が営業運転を開始し、同年11月1日からは貸切電車としての運行も始まった。2020年1104.1105号の2両が営業運転を開始した。2018年11月28日19時45分頃に中央区南21条西16丁目の 札幌市交通局電車事業所構内で1101が入庫作業中進行方向を変える手動分岐器の操作ミスにより前後の台車が別々の線路に入る事故が発生。台車が通常の回転角を超えて床下した配管や配線の一部が破損し、旧車となった。復旧には3ヶ月かかる見通しであったが多少延期され、 2019年3月4日より営業運転に復帰した。ありがとうございます。